長崎の夜では J リーグ通算50試合出場ということになりました。うん、いいボールですね。さあ前が空いてシュート打った、決まった、うん、金沢1点返しました。島田の左足、ここに大谷あります。さあ前に出していって、どうだ、シュートまでいけるか、2番決まった、ゴール決まりました。右足振りに来ましたね、はい、もう常にこうゴールを、ね、意識して準備ができていたということだと思いますけども ね、はい、ね、非常にいいシュート。後半の45分、いや2本目のコーナーは決めた、庄司ほのやの移籍後初ゴール。ドンピシャーのヘディングですね。ボールも良かったですし、こう2人マークを連れてるんですけど、うまく体が藤丸君にいかにボールが入るかですね、はい、カザーも板から2番へのボール、ポジションを動かしながら、島田間を通す、2番トラップからシュート、最後はマテウスの股を抜いていきました、はい、前半のうちに追いつきました金沢。ですからこう足元で待ってると思ったら急にこうスペースに抜けていって、もうあとはもうニア打ち抜くしかないので、はい、いいシュートだったと思いますね。島田からのパスでしたね、はい、まあもう股とかあの頭のニアファーの灰しかないと思うんですけど、これが来たシュートだと思います。高い位置で奪い返しました金沢。セルマ、島田スルーパス、セルマのシュート、ニアを抜いていった、金沢逆転。今日は金沢ツートップが結果を残しています。まあ、出だし少しこう守備がハマってましたね、はい、まあ、このパスいいパスでしたね、はい、あの展開せずにそのままできる背後のスペースに流し込みながら前向いて打ってくれっていうパスですね。これで島田は今日2アシストですね、はい、まあ、瀬沼君ももう受けるときはイメージありましたね、はい、はい、パスがずれます。広くが藤村、そして大橋、セルマにつながる、こぼれる、大谷、金沢に追加点。こうマイボールした後に速い攻めでしたね。いいところに抜けていって、大谷選手も後ろからしっかりこう後を追ってきたっていう、まあ、奪った後の関わりを持ったゴールですね、はい、奪ってから早かったですね。杉浦、フライのパス、セルマが行く、セルマこぼれている、ゴールに向かっていく、ボールがゴールに吸い込まれていきました。金沢に追加点。もう足がつりそうな態度もしてたんですけども、若さに体を入れられましたけれども、ちょっとお見合いしちゃいましたね、はい、若さ選手を入れるんであればもう少しこうしっかり入れなければゴール前ですから、ね、触られると失点になってしまう。ガニバシオン、金沢先制、落ち着いて蹴り込みました、ニバシオン、金沢先制1対最後まで丹羽選手キーパー見てますね。最後だけボール見て、もうど真ん中ですね。これもね、上のキーパー動くものをよく見て真ん中に蹴り込みましたよね。ど真ん中ですね。ですね、はい、なかなかねボールを最初に収めることができても、それが2番目3番目2番目3番目でね。島田打ってきた。ディフレクションあってゴール。最後はディフレクションあってゴールに吸い込まれていった。追加点、あそ
少し距離があると思ったんですけどね、ここ1人かわして空いてるので思い切って打ちに来ましたよね。これがリフレクションしてゴールに追い込まれましたけど、こういうチャレンジやっぱすることが非常に大事ですよね。自分たちの前にスペースがあれば積極的にシュートを狙っていくと、なおかつ下の状態もやっぱスリッピーなので、こうやって少し回転がかかれば思うようにこう思っているボールが伸びたりしますので、ね、その辺の計算して打ったかどうかわからないですけども、非常にいいゴールでしたね。